なんかね、ママと仲良しの門倉さんとかを見て、健之助さんどう思われるんですか。もうすごいね、仲良しで一緒にスイーツ食べたりとかご飯食べたりされてますよね。いやでも逆にですよ、私そのママも先輩プロレスラーじゃないですか。逆に緊張しないんですか。そうですね、あの逆にプロレスの先輩という意味では、うんうん、すごい一番緊張するかもしれないです。しますよね、はい、お前この間のラリアット何だったんだよみたいな言われる時ないんですか。あ、もう全然そういうことは言われないんですけど、すごい、はい、やっぱ先輩っていう方がお姑さんというよりは先輩っていうのが勝ってしまいますね、うん、そうですよ、はい、ご飯行ったりするときはそういう話じゃなくって、本当にあ、もう本当にあのプライベートな会話を楽しんでさせていただいてます。健之助さん幸せですね。そうですね、まあ、嫁姑の問題がないだけでちょっと一安心してますね。いやもう本当にそこが一番大事ですから。はい、はい、素敵です。